今日は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、ヴィッセル神戸がベガルタ仙台と戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時どれだけ前に出られるかがポイントですね。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。4-4-2 のフォーメーションで行くようです。フォーバックの前にホールディングミッドフィルダーを置いています。キックオフ、試合が開始されました。このパスは読んでいました。ボールロスト。あっと、すぐにボールを取られました。石原貴義、パスをつないできましたがここで奪われました。福西さん、どちらのチームにも切り札がいますが、このゲームどうご覧になりますか？お互いに相手チームのマークが厳しく来るでしょうから、いかにそれを振り切ることができるのか、そのあたりを見ていくといいんじゃないでしょうか。このシュートは浮いてしまいました。ちょっと力みすぎましたね。セルジ・サンペル、西大吾、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。ポドルスキー、味方に出すでしょうか。厳しいタックル、ビジャー、これではキーパーに勝てません。注目のビジャです。残念ながら今季限りで引退することが発表されました。ピッチだけでなくクラブの精神的支柱としても頼りになる選手ですから、サポーターも悲しんでいるでしょう。本当に引退が惜しまれます。マイナスのクロスボール。さあリードできるか。このシュート弾いた。中に入れた。これはクリアしきれないか。シュート、しっかりとブロック。ボールはまたブロック。しっかりとコースを潰しに行っています。ボールは相手に渡ります。スペースへのボール、前方に運びました。これはパスミスでしょうか。これは相手にパスしてしまいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。振り抜いた。イクラがしっかり止めました。中を狙うか。ポドルスキーのところに行きました。橋本を当たる。ボールを奪われました。ここはよくスペースが見えていました。エンドラインの外に出しました。中に入れた。このボールはしっかりキャッチ。
ボールは相手に渡りました。セルジ・サンペル、西大吾、ウェリントン、仕掛けてくるのか。キーパーに近すぎました。さあスローインでの再開です。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。相手ボールになりました。いい位置です。シュートだ。このシュートはブロックされました。勝ち越し点が欲しいところで、コーナーキックのチャンスです。生かしたいでしょうね。ボールが中央へ向かう。これは大きく外れました。マークされていたので、しっかりと頭に当てられなかったようですね。このチャンスは決めたかったですね。クロスに合わせるまではいい流れです。あとはフィニッシュだけですね。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦キックオフ。いいカットです。ボール、スルーパスが味方に通る。さあどうする。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ゴール前に入ってきました。ここは突破を狙う。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。クリアしてピンチをしのぎます。この選手は前半あまり存在感がありませんでしたね。勝ち越しゴール来るか。ここは先制点のチャンスを逃しました。決まってもおかしくないと思いましたが、入らないものですね。このパスは読んでいました。何かしてきそうですが、ゴール前に入ってきた。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。このまま行きたい。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。違うアングルから見てみましょう。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。ここから試合が慌ただしくなってまいります。体を当てて取る。奪った。プレスがかかりました。狙える位置です。中に選手がいましたが、全員イークラがしっかり止めました。コーナーからエリア内、キーパーがコーナーをパンチング。ここはクリアしました。中の選手にクロスを入れた。
このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。シュートが外れた。チャンスを逃しました。うまく合わせましたが枠に行かなかったですね。西大吾、このカットは大きい。しっかりと奪いました。スペースへのボール、ここからどうするのか。仕掛けてくるのか。うまく読んだインターセプト。危ないと判断しましたか。ここはシンプルに外へ出しました。ここで交代ですね。この選手今日も石原ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。スルーパスが味方に通る。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。高い位置でカットします。キーパーが止めた。ファインセーブです。目の前からのシュートですから、反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。ボールはエリアへ。このクリアは小さい。クロスを中央に入れた。キーパーが処理しました。何を見せてくれますか、ダビド・ビジャ。石原貴義、チャンスにできるか。見事なシェアです。笛が鳴りました。オフサイドでした。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。あ、裏も見えていたのか。ゴールを見る。キーパー反応した。ボールを弾く。中に入れた。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ビジャ、うまくボールを奪った。これは見事なインターセプト。アタッキングサードに入ってきた。ボールが足につきません。ルーズボールだ。パスをカット。いい読みでした。試合はここで終了です。福西さん、攻めを貫いた姿勢、気持ちがいいですね。そして勝つわけですからね、人気が出るわけですよ。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。素晴らしい働きで何度もチャンスを演出していました。ゴールも決めてチームを勝利に導きました。